はい、それでは今回もやっていきましょう。丁寧に学ぶ C++ のベクトル。第2回は初期化とコピーについて説明していきたいと思います。第1回の時点で、基本事項について説明しました。こちら第1回の内容ですね。宣言の方法だとか、ベクトルの、値の追加の方法、あとは大きさの表示の方法などについて勉強しました。で、ベクトルと配列の違いとしては、大きさを自由に変えられるというところ、要素を追加できるというところが非常に便利な機能になったということで、配列の進化系であるということをお話ししたと思います。で、今回は基本機能もちょっと深掘りということで、初期化とコピーについて、いくつかの方法について説明していきたいと思います。今回に行こうかな。こちらはまず初期化の話ですね。こちら左側がプログラムで、右上が出力結果になります。まず一番上から見ていくと、IOStream 画面入出力のライブラリーをインクルードして、ベクトルのライブラリーをインクルードします。で、ユージングネームステーブスで省略表示ができるようにしたと。で、ここからがメイン関数ですね。ここから5つのパターンで、初期化について説明しています。で、前回使ったのが、この、ベクトルの型宣言。一番基本でですね、何にも入れない場合のベクトルを作るというのが、この V1 というふうに作ってます。これだと、中身のない空ですね。になります。で、この2個目、V2 から V5 までが値を入れる場合、ですね。いくつかちょっと手法について説明していきますけど、この初期化をしたい場合っていうふうに、2パターンあって、前回使ったのはこの下の方ですね。ベクトルで型を入れて、変数名で波括弧を入れると、ここで値を指定することができます。で、逆に、別の、1個1個の値を指定する場合って、100個とか200個になってくると非常に大変ですので、そういった場合は、この上の方法、例えばベクトル、型、で、変数名、大きさ、値というふうに、一括して値を入れるという方法もあります。これを使うことによって、初期化というふうな、この2種類の方法をうまく使い分けることによって、要素数がすごく多い場合は、こういった一括与えるとか、一個一個細々と指定したい場合は、この下の方法で与えるだとかっていう方法を使うことができます。ということで、一番上の V1 は初期化、全く中身が入ってない状態。で、二つ目が、この大きさが5だけど、値は全く指定しないという場合です。そうすると、中身がこれ自動的に0が入るようになってます。これあくまでベクトルの特徴なので、あんまり詳しくというか、なんですかね。これをうまく使い分けるというわけではないんですけど、基本的にはこの大きさだけを指定するよりも、このちゃんと0を入れますよというふうに明示的に書いてあげた方が間違いは少ないので、推奨としてはこちらの下の方法ですね。この V3 の方法っていうのが、個人的には推奨です。で、この値の方部分を0からマイナス1とか1とかにすることによって、このベクトル5つで初期値をここで指定することができます。で、結構、よく使われる方法としては、この0の部分っていうのをマイナス1とかにしておくんですね。そうすると、普段0以上の値を入力する場合に、このマイナス1が画面表示された時に、異常だということがすぐわかるので、初期化するときに、例えばマイナスの値っていうか、普段使わない値を入れておくっていうのは結構便利な手法になるので、ぜひ、テクニックとして、覚えておいてください。ということで、これが基本的な初期化方法の一つが V3 ですね。これがよく使われる方法。で、V4 と V5 は、波括弧の使い分け。ちょっと表示方法を変えてますけど、この2種類の使い方ができますよということで、こういった2つ置いてます。よく使われるのはこの V5 の方ですね。こちらの方がわかりやすいので、ベクトルに対して、このイコールで波括弧で要素を指定してあげると。これ1、2、3、4、5が入っていることがわかります。ということで、V1 は空、V2 が5つの要素で全て初期値が0が入、まあ、値が0が入っている。0は書かれてないですけど、目次的に勝手に0が入ると。あてか暗示的に0が入ると。で、V3 は5つの要素で全て0が入ると、明示的に表示していると。で、V4 が12345のベクトルを作りましたよと。で、V5 も12345の要素が入ったベクトルを作りましたよというふうな初期化をここで行いました。じゃあ、画面出力してみますというのが、この下の for 文ですね。for 文で、ちょっと auto、ここで説明あんまりしないですけど、auto って型推定というような機能になります。これ別にベクトルとかとは関係ないんですけど、自動で型を決定してくれるということで、例えば今回、この i イコール0というふうに、この0が
整数であることがここで見たらわかると思うんですけど、まあ、書き方としては0が整数であるということで、この OUT は自動で INT が指定してくれるというふうになります。今回の、こんな明らかに INT 型ってわかるような使い方だったら OUT を使ってもあまり旨味はないんですけど、前回こういったふうに、まあ、すごく複雑なベクトルのサイズタイプというふうに、ベクトルのサイズを動かしたい場合に、この専用の型でちょっと、特殊に書きましたけど、こういった場合に、このモデルと全部入力するものも面倒ですし、これを入力ミスしやすいですよね。しやすいし、コードも見にくいということで、こういった場合に OUT を使うことで非常に見やすいコードにすることができるというような特徴があります。OUT 非常に便利ですので、ぜひぜひ今後バンバン使っていただいたらいいかなと。まあ、OUT、なんかこの型推定なので、明示的じゃない分、ちょっとリスキーというか、バグの温床になるとも言われたりしてるんですけど、OUT 使えた方が、プログラムの変更が非常にしやすいですので、ぜひぜひ OUT バンバン使ってみてください。慣れなかったら、まあ、戻していただいてもいいので、OUT ぜひ便利機能、その Python とかでも勝手に型推論するようになってるので、型推定じゃなくて型推論か。型推論できるようになってるので、他のプログラムで推論できるようになってるのと同様に、こういった OUT をうまく使いこなすことによって、プログラムの、まあ、どんどん楽に使えるようにしていただければと思います。ということで、ちょっと話脱線しましたけど、まあ、こういった OUT を使うことによって、0から5までを、ここでループさせてますよと。で、今回ちょっと、V1 については画面出力してませんけど、これまあ、中身ないからですね。中身からなんでアクセスすると危険なので、まあしてませんけど、まあ V2 以降を画面出力してます。ここだとまあ、何書いてるかパッと見わかりにくいですけど、こういった感じで、まあ整列できるように書いてるだけですね。で、重要なのはこの V2、V3、V4、V5 を順番に画面出力してますよということで、こういった出力結果を見ていただければと思います。ここで初期化で作った通りに、5つの要素で各0が入っているので、 V2 に関しては全部0が入ってます。で、次に V3 に関しても5つの要素で全部0ということで0が入っている。で、V4、V5 に関しても1、2、3、4、5を入れたので、ちゃんとそれが入っていることが確認できますよということがここで見ることができました。ということで、こんな感じで、まあ、初期化、まあ、いくつかの方法があります。で、特に重要なのがこの V3 と V5 ですので、ぜひ覚えておいてください。で、次が、コピーですね。まあ、ちょっと短いことなので、ささっと説明しちゃいますけど、まあ、コピー、ベクトルも当然、中身のコピーすることができます。これ配列だと若干めんどくさかったりするんですけど、まあ、ベクトルだと、まあ、ささっとできますよと。で、まあ、ここ説明省略します。中身から。ここが、まあ、宣言ですね。よく使われる方法の一つとして、こんな感じで波括弧で、要素を指定するっていう話をしましたけど、まあ、そういった方法で初期化してます。で、ここの2行がベクトルのコピーの方法、2種類のパターン説明してます。ベクトルのコピーとして、変数名に丸括弧でコピー元のベクトルを入れることによって、ベクトルコピーすることができます。で、逆にこの丸括弧じゃなくて、このイコールでコピーすることもできます。ということで、こう、X1、X2 にこの V の中身をコピーしました。で、画面出力してみます。for 文で、0から5までの、for 文で繰り返して画面表示するということで、X1 と X2 の中身を見てみます。X1 に関しても1、2、3、4、5。X2 に関しても1、2、3、4、5が入っているということで、ちゃんと V1 の値がコピーされていることが確認できましたよ。ということで、今回コピーの方法2種類について説明しました。ということで、今回、ベクトルの機能として初期化とコピーについて少し、深掘りしつつ、まあ、初期化に対して特に深掘りつつ説明しました。まあ、結構、大きなファイル扱う場合に初期化っていうものは結構、何ですかね、そのバグの温床になりがちですので、ぜひ初期化の部分丁寧に、プログラム書くときは気にしていただければと思います。ということで、第2回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は操作に関して、まあ、アクセス方法とかに関して、まあ、少しいくつかの方法を含めて説明していきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。